ご視聴ありがとうございます。世界で日本がどれくらいの位置にいるか、ちょっと調べたんですが、やはりまだまだトップとアメリカとの差は大きく離れています。しかしその中でもトップクラスな情報はやはり潜水艦でしょう。潜水艦の静粛性、これは原子力潜水艦よりも高いです。しかし原子力潜水艦と比べてやはりその長さ、期間、原子力潜水艦はいわば潜航、長い期間潜航できます。それに加えて双流型、やはり期間は決まってきます。静粛性では高い性能を誇りますが、まだまだ潜航の日数や機動力では世界2位と位置づけられています。ですがやはり海底では静粛性が一番求められる。それと機動力でしょう。この機動力まで最近最終型の双流潜水艦、横流、東流は手に入れたと言わざるを得ない性能を持っています。性能面で言えば アメリカの軍事力とはやはりかなりすごいことで、世界的に見てもアメリカ、ロシア、中国、インドとなるのかなと。ヨーロッパもなかなか、ヨーロッパでまとまると強いと思いますが、やはり単体の国で言えばまだ国も小さいですし、装備なども充実はしていません。これから装備品の いろんな開発が進むでしょうが、それは日本も同じです。
やはりニュースなどを見ていると、近年核保有している国の発言はやはりなんだか強いなと感じています。日本やドイツ、常任理事国入りできていませんが、常任理事国の間でなんとなく戦闘にはならないですが、やはりにらみ合いなど感じます。各国軍事力の増強が大きく見えてきています。そんな中、やはり日本が向かうところも防衛力強化だと考えています。ですが、やはり開発などの予算も必要になってきます。日本もいろいろと開発してきてはいるんですが、次は自国戦闘機 F3 計画に期待したいところです。なかなか目を見張るものはありますが、あのガンダムが動き出すと、より防衛力は上がるかなと勝手に想像しています。急にお台場のユニコーンガンダムが動き出し、戦闘機を上回る能力を発揮する、そんな時代がもしかすると来るかもしれません。いろいろ考えると、やはり地球じゃ整備するのが難しいでしょう。空、つまり宇宙空間ではゴミなど機体にかかる腐食物質などがないので、やはり運用しやすいと考えます。重力もないですし、まあそれは置いといて、まあ日本も作ろうと思えば大体の各部品は揃っているのです。ジェットエンジン、機体、塗装、ステルス塗装、レーダー、シンシンでのテスト飛行を生かし、次期戦闘機の開発は来年には予算化されるでしょう。
常々私は言ってるんですが、やはり開発するなら2タイプ開発するでしょう、するべきです。空自用とストーブル機、この2つ、あとは双発エンジンでのホバリングができれば世界でもトップと言える戦闘機が出来上がります。でもストブル機は F-35B でもまあ十分だと考えています。今日はここまで。それでは。